駐車場です。あそこが右が餃子です。はい、スノーシューをついて出発します。餃子への道です。林道じゃなかったな。かっこいい。愛禅に付け替えさせました。今3本目の休憩です。ダメだった？なんていうのね、よく自分の名前見るの。昨日も自分の後ほぼすぐ息を押しない。息だ。え？息。朝起こされる寝るのって前に起こされるちょっと少しないでしょ。ゆっくり雲が流れていきます。うわぁ、すごいぞ、こりゃ落ちてきた。あれにやられたらやだくなっちゃうな。残念ながら、晴れてはくれません。赤岳の稜線が見えませんね。これはもう間近だろうと思います。陶器小屋到着。
阿弥陀の乗船、阿弥陀かな、違うかな。赤岳の、山頂がちょっと見えました。一瞬見えたんですけどね、残念です。赤岳見えた。ああ。ほら早くおいで。あ、なくなる。青空が。ここ、こっちが一番こっちのちょこっと見えてるのが赤岳ですか？そうです。一番高いところ。やっぱ高いですね。うん。それで、赤岳からずっと左に行くでしょ。それで、ここがずっと稜線で、あそこに地蔵の、あれが地蔵の稜線で、左側に横岳が見えるんだけど、黒く。うわぁ。ええ、赤岳光線です。赤岳高専に帰ってきました。赤岳、港口山荘、港山荘に戻ってきました。